ティム・ロスはイギリスの俳優、映画監督、ロンドン出身。本名はティモシー・サイモン・ロス。父はジャーナリストで70年代まで熱心なイギリス共産党員だった。母は小学校教師で風景映画家。父はもともとスミス姓のアイルランド系イギリス人だったが、17歳で従軍した第二次世界大戦をロスという姓に変えた。それが、 ドイツ系ユダヤ人の名字だったのは、ティムの推測によると、戦時中に殺された多くのユダヤ人への追悼の念からであろうという。このため、ティムはユダヤ人ではないにもかかわらず、恐ろしく多くのユダヤ教の式典に招かれたと語っている。高校時代に学校劇のオーディションに受かり、主役を演じたことで演技に興味を持つようになる。高校卒業後は、 ロンドン芸術大学キャンバーウェルカレッジ・オブ・アーツに入学し彫刻を専攻していたが演技への情熱が強くなり大学を退学して俳優を志す。衝撃団に参加し演劇学校には通っていない。1983年に映画デビュー。長年売れない俳優であったが、1992年にクエンティン・タランティーノ監督のデビュー作である。 レザボアドックスで準主役のミスター・オレンジ役、2年後に同監督出世作となるパルプ・フィクションではオープニングとラストに登場するダイナーのカップル強盗の役を演じ、注目される。1995年公開のロブロイ、ロマンに生きた男では英国アカデミー賞助演男優賞を受賞、アカデミー助演男優賞にノミネートされた。1998年には、 大作映画、海の上のピアニストで主演。同年には、素肌の涙で映画監督デビューを果たし、ヨーロッパ映画賞ディスカバリー賞を受賞する。2001年には、プラネット・オブ・ザ・エイプス、猿の惑星で特殊メイクをして、猿のボスを演じ、話題になった。またこの作品に出演するため、ハリー・ポッターと賢者の石のセブルス・スネープ役へのオファーを断っている。 前妻との間に1984年生まれの1、何がいる。1993年にファッションデザイナーのニッキー・バトラーと結婚、二人の息子が誕生している。右腕に家族の名前などの入れ墨を5箇所入れている。ありがとうございます。